シグニー島は南極のサウスオークニー諸島にある小島の一つ。ノルウェーの捕鯨カペッターサーが妻、シグニーテレーズにちなんで名付けた。サウスオークニー諸島の拡大図。中央の大きな島がコロネーション島、その南の小島がシグニー島。シグニー島は長さ約6 5トル幅約5トルで最高地点の標高は 海抜288メートルである。島の多くの部分は常に氷に覆われている。冬の平均気温は低、摂氏10度から摂氏0度である。観測史上の最低気温は低、摂氏44度、最高気温は摂氏12度である。シグニー島のシグニー基地、シグニー基地は英国南極研究所が運用する1963年開設の研究拠点である。 1920年代、当のイリーファクトリー工部には、捕鯨施設が置かれていた。1947年、この捕鯨施設に、速攻所が設立された。これは、サウスオークニー諸島における二つ目の調査拠点であった。1955年、その捕鯨施設と同じ場所に、タンスベアーハウスという小屋が建てられた。1963年、この小屋は、 生物学の調査を目的とした研究施設に転用された。基地は1996年まで通年で、スタッフが常駐していたが、その後は11月から4月までの駐在となった。基地は4つの建物で構成され、8人を収容できる。メインの建物はサウハウスであり、居住空間圏研究所となっている。他の3つの建物は貯蔵施設とライフライン用である。また、 島の辺炎部にも4つの小屋がある。基地では海洋、陸上生物学、特に南極海の生態系に対する気候変動の影響を調べる。アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギンの3種のペンギンが基地で監視されている。下記専用基地となった後、目視による海氷観測を継続するために自動の海氷カメラが通年で動作している。これにより、 基地周辺の海氷の分布は50年以上にわたって継続して記録されている。シグニー島のペンギンシグニー島は多様な海鳥の繁殖地となっていることから、バードライフ・インターナショナルによって重要野鳥生息地に指定されている。この繁殖地における重要な保全対象は、オオフルマカモメ、アシナガウミツバメ、キワナウ、ブラウンスキワである。他に、ヒゲペンギン、 アデリーペンギン、ジェンツーペンギン、南極クジラ鳥、オートウゾクカモメ、ユキドリ、マダラフルマカモメ、クロハラウミツバメ、サヤハシチドリ、南オオセグロカモメ、南極アジサシも、この島で演奏している。また、最大2万頭の南極オットセイの上陸場となっている。島の周囲に浮かぶ海氷の上では、ベッテルアザラシが子育てをしている。ありがとうございます。